はい、皆さんこんにちは、加藤隆夫です。今日は日本の詩人シリーズの1回目として、西脇淳三郎の世界ということでお話をします。西脇淳三郎というのはですね、詩人、日本の詩人としてはですね、非常に有名な方なんですが、その中でもですね、ノーベル賞の候補になった詩人ということでですね、有名です。現代村上春樹さんがノーベル賞の候補にですね何度もなられたということですが、実は西脇淳三郎という人はですね、10回ですね、ノーベル賞の、候補にですね、ノミネートされたということなんですね。そういう詩人はですね、日本の詩人の中でも非常に珍しいということですね。まずその辺からお話を始めたいと思いますね。こういう方ですね、西脇淳三郎という人ですね。いわゆるイギリス風紳士という感じの方ですが、実際イギリスのですね、イギリスへ留学してイギリスの学問をね、身につけられた方ですね。有名なのはこのアンバルワリアというね、昭和8年に刊行されました。そこの冒頭にですね、天気というですね、こういう詩があります。これ3行ですから、もう本当にね、ちょっと紹介してみましょう。覆された宝石のような朝、何人か戸口にて誰かとささやく、それは神の生誕の日ね。この詩の命はですね、この覆された宝石のような朝というところですね。覆された宝石ですからね、これはこの宝石を一個とするのか、複数の宝石、宝石箱のようなものを覆したというふうにするのかね、一個の宝石を覆したとするのかと、こういう議論はありますけども、しかし、作者としてはね、これやっぱり意見があるようですけども、しかしこの場合はですね、やはりこの宝石箱を覆した、もう本当にキラキラしたですね、朝ですね。もう本当に昨日までこう天気は悪くてですね、雨が降っていて、そして朝になってキラキラしたですね、そういう朝ですね。覆された宝石のような朝、何人か戸口にて誰かとささやくね、誰かわからないけどもですね、戸口のところに来てですね、誰かの名前を言っているんだと、それは神の生誕の日ね、神が生まれた日なんだと、もうこの世界がですね、改まったね、そういう日なんだということをね、言った詩ですが、これがですね、アンバルワリアのですね、最初にこうあります。もう産業で非常にこうインパクトのある詩ですね。こういう詩を作った方なんですね。アンバルワリアというのはこういう詩集ですね。このアンバルワリア、これはラテン語ですね。ラテン語なんですね。でこの A がですね、この大文字の A は普通はこの A を書くんですが、これはもう小文字の A を大きくしたこういうものですね。で まさにワインレッドの、こういう本なんですけども、これについてはまたね、なんでこういうふうになってるかっていうことは、後々ですね、お話しすることになると思いますね。それで今日はノーベル賞の話なんですけども、1962年3月12日、朝日新聞にですね、ノーベル文学賞をめぐってというこういう記事が出るんですね。これはここでですね、言っていることはですね、いわゆるノーベル賞のですね、選考委員、実際選考委員であった、ハリー・マーティンソンという人がですね、来日してですね、日本の作家がですね、そのノーベル賞をね、の候補になっているということをね、
マスコミにこう話したというこういうことなんですね。1962年というのはもう本当に日本があの高度経済成長に、達した、頃であったわけですけども、しかしまだまだですね、戦後というものがですね色濃く残っていたわけですね。まあそういう時代にですね、まあ日本の文学者、それも、ノーベル賞ね、まあ今でこそノーベル賞っていうのはたくさんの方がもらっていますが、当時、やっぱりノーベル賞っていうのは世界で戦うわけですから、権威があったわけですね。で、まあどういう人がじゃあそこの候補に上がっていたかというとですね、この朝日新聞の記事でいきますとですね、西脇淳三郎、川端康成、そして谷崎潤一郎というね、まあこういう人たちが、候補に上がっているんだというふうな、ニュースですね、これは。そういうことがね、まあ明らかになって、まあ日本では非常にね、話題になったわけでありますね。で、まあこれが日経の記事なんですけどもね、まあ今ではですね、ノーベル賞、実はノーベル賞っていうのはですね、その賞が出てから50年はですね、まあ結局その経緯が伏せられるんですけども、50年経つとですね、それは開示されるわけですね。で、まあ研究者なんかが見に行ってですね、でどういうふうなことが議論されたかっていうことが分かるわけでありまして、1901年の受賞開始以来、まあ、ノーベル文学賞が始まって以来68年までに、候補になった。で68年までにとありますけども、この68年という年はですね、実は川端康成がですね、ノーベル文学賞を受賞した年なんですね。で、まあそれ以降ね、まあ大江健三郎が受賞したりですね、和夫石黒が受賞したりと、まあそういうことはありますけども、68年までに候補になったのは社会活動家の加賀豊彦ね。まあこの人はまあ文学としてはあまり有名じゃないんですが、まあしかし当時はですね候補になっていたというわけですね。そうして谷崎潤一郎ね、西脇淳三郎、三島由紀夫、それから川端ですね、まあこのところがですね、もう候補に上がっていたということですね。で、まあ詩人でやはりね、この候補に上がるということはですね、ノーベル賞のレベルとして、としてはですね、タゴールがもらったりとかですね、詩人はたくさんもらうわけですけども、最近のボブ・ディランもそうですね。しかし日本の詩人としてはですね、やはり西脇という人はちょっと異例なんですね。で、大江健三郎さんの2人とね、まあ受賞したのはね、安倍候補がたびたび有力候補ね、だっていうふうに言われたわけですけども、最近では村上春樹が取り出されているっていう、こういう記事なんですね。で、まあ日本文学とノーベル賞ということでですね、まあ見てみますとですね、まあこれこの前の前史というのはありますけども、1965年にですね、まあ、谷崎潤一郎が亡くなります。そうするともう谷崎さんのまあ目はないわけですね。でこの年にですね上がったのが谷崎、川端、三島ね、そして西脇です。この4人がですね、まあ、候補に上がっていますね。そしてですね66年はですね、三島はこの除外されてまして、川端、西脇と。それから67年にですね、川端、三島、そして西脇、この3人です。で、68年に川端康成がね、ノーベル文学賞を受賞します、ね。で、その後なんですけどね、その2年後にですね、三島由紀夫が自決するわけですね。これ1970年ね。まあ、三島はですね、もう、川端がノーベル賞をもらったということでですね、まあ自分はね、まあ政治の世界に行くというふうにですね、言いまして、もう自分は文学じゃなくて政治の世界に行くと。そしてまあ政治活動ですね、まあ憲法改正のような議論に彼は没頭するわけですけども、でまあ市街のね、自衛隊駐屯地で、自決します、有名なね。で、その葬儀委員長が川端ですね。
それでその葬儀委員長の川端が今度はその2年後に自殺すると、ね、逗子のね、仕事場で、ガス自殺をしてしまいます。でまあノーベル賞候補が次々とこう亡くなったということですね。で、谷崎亡くなり、まあここの時点で生きているのは西脇さんだけですね。このね、まあそういう状況がありましてですね、まあ、この2つの自殺とこのノーベル賞のとの関係みたいなものがですね、まあたびたび言われるわけですね。でまあここにまあ佐藤秀明襲名士のですね、三島由紀夫ね、岩波新書ね、最近出たもので、まあ、送っていただいたものですが、悲劇への欲動というものがありますが、まあ、佐藤さんというのは三島文学館の館長ですね、今河口湖にありますね。まあその佐藤さんが、まあ、三島の、まあ、生涯について、まあ、昨日僕もねこれ全部読みましてね、まあ僕の知り得ないこともいくつかありましたね。本当に佐藤さんはずっとまあ三島についてね調べてらっしゃってね、もう本当にこれまでのね、議論のね、感性をついたところがありますが、まあ面白かったんですけども、まあしかしこの三島とね絡んで、三島や川端と絡んでこのね西脇っていう人がね、まあここでノーベル賞の候補として、上がっていたということがね、非常にですね面白いことだと思うんですね。で、まあ今日のお話はね、まあ、西脇純三郎とノーベル賞ということなんですが、またこの話はね、また西脇純三郎の生涯をお話しするときにね必ず出てくる話で、今日はまずその前振りとして、このことをね、お話をしましたね。都合10回ね、ノミネートされたということですね。そういう人がいたということはもうすでに忘れられつつあるということですね。ですから、今日はね、今日から、西脇純三郎の生涯をねお話しするわけですけども、まあ、いくつかね、ポイントを絞りましてねお話ししたいと、思ってますのでね、楽しみに、していただけたらと思います。それでは。